お疲れちゃんです、スロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのディガロケミラーデッキのやっていきたいと思います。もともとはねこの鏡の悪エレクトロウィザードで使われてるね、ディガー削りデッキのあのエレキが鏡になっちゃったよというねデッキでございます。ロケミラーと、デリバリーミラー、あとはテスラミラーとかもできるので、空はね、テスラしかないように見えるんですけど、ミラーでね、全部頑張りましょうというようなデッキです。あとは今回ディガーがね、しっかり入ってるので、積極的にね、ディガーで削って、あとは守るだけ。はい。守れれば勝てるね、デッキでございます。どんだけね、今までロケットとか、スペル削り系はね、すごい加工されてきたんですけども、めちゃくちゃ加工されてきたんですけども、結局はね、使われるのがスペル削りデッキですよと。いうわけで、このデッキでね、グレッチャレかな ?12 勝されてました。なので、多分強いんでしょう。テスラミラーとかで、なんかバルーンってキング起動とかできないのかな、なんかできそうな気がする。また、デリバリーミラーあれば、個人的に、ラバコヨがラバルゴレダクね、なんかゴレ三重士、ラバー、なんかエレジャイとか、ロイジャイホグとか、来ても全部、テスラデリバリーデリバリーで守れるんじゃねっていう気はしてます。守れるかは知らん。きちいぞ。すでにきちいな。さあ攻めとか、いやこれ多分逆サイド攻めなくてよかったっすね。これテスラがどんぐらい頑張ってくれるかによるな。あ、これサッターやばい。いや、めっちゃいいロケ。待って、ロケットのセンスある。さあこれカード回しとね、ダメージ抑えるウッドで耐えます。こっからっすよね。守れるのは守れるんですけど、攻めが本当にね、ギガしかないんですよ。だから、しっかり削っていかないと、結局ね、削れず勝てずみたいなことがねあると思うので、耐えますよね。一旦あのアイウィズでさえもやだもんな。あれにナイトとか使ったらダメなのかな。ほい、使っていく。さあミニペッカー、あれこれロケ打ったらこのナイトの受けにもう一枚出さないといけないと思うんですよ。さあベビードラー、オッケー。いやもうこれはさすがにもう絶対右攻めますね。右以外行ったらもうバカですね。よしよし。で、これちょっとディガーとスケとかで、ちょっとプレッシャーかけてね、防衛させちゃおう。よっ、スケが入る。いや待って、このスケ、でかすぎ。いや、マジででけ。オッケー。さあ、あとは、守れるかどうか。いや、きっつこれ。どうやって守る？ちょ、テスラ置いて。間に合うよ。オッケー。ゴレさえ溶けてしまえばいいんですよね。僕的には。さあ、ゴレさえ溶けてしまえば、あとはいいんだけど、ゴレが溶けん。よしよし、溶ける。で、これ相手ライトニングツコスターなさそうだけど、ワンチャンライト来るな。来るぞ。オッケー。さあ、間に合って。オッケー。間に合う。耐える。オッケー。え、待って。ロケットミラーってさ、ダメージなんぼや。誰か ?538 の掛け身わかんねえな。1072ぐらい ?1076?1076? あれさ、なんかロケミラーさ、ロケミラーウッドぐらいで落ちそうじゃないあれ。落ちねえのかな。あ、待って、ロケットミラー。威力がちょっと上がるんだ。当たり前か。オッケー。なんかレベル14のね、ダメージ表みたいな出しといてほしいですよね。使うことないか。レベル14のファイアボール、ロケット、デリバリーのダメージはこうですよみたいな。ちょっと表記ね、欲しいですよね。使うんで僕は。ないとちょっと覚えれないですからね。さあよろしく。とりあえず1200ぐらいいけば、僕のスペル圏内でしたね。それだけ分かれば。あとは守るだけなんでね。さあ、古城馬場だと、ペッカーとかね、結構、ありそうかな。で、ここはちょっとね、なんかもうウッドで削りつつ、早めに古城馬場溶かして、このテスラ延命してあげれば、結構ね、相手のこういうユニット全部美味しく回収できるので、
さあ、血液歴マジアチャ U の何が来る？まあ、ペッカ工場だと思うんだけどな。まあ、ダクブリだから、ちょっとわかんないけど。うん、ウィザード。ウィザード？あ、もうロケット撃つしかないよな、あんな。美味しくいただきまーす。さあ、そしてあとは守るだけ。ダクプリウィザードか。橋前ペッカー。うわ、マジか。いて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 。いてよ。いてよ。これは間に合わないけど、まあ、しゃあなしっすよね。いや、強い。デリバリーバカ強えな。で、これは突進絶対止めれない。打っと転がしても、その後何も出せなくなっちゃうんで、まあ、突進だけ受けて、OK だと、まあ、マジアチャ警戒で、打っと構えるけど、3が5でしたね。うん。ペッカダクプリザップの3が5だったな。いやもうこのダクプリの受けがマジで、これにディガー使うのはねちょっと嫌っすよね。攻めれなくなっちゃうんでね。まあ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 、さあペカダクウィザードの古城ババですね。まあデリバリーあるしな、結構相性良さそうなんだよな。でウッドで削っていきましょうか。で相手のユニットに対して、まあ、相性いいユニット合わせていきたいな。さあペッカー2倍タイム入るしロケ打っていいと思うんだよな。半分ぐらい、半分もいかねえか、3分の1。まあ、あとはテスラデリバリーでね。もうデリバリーかけにでこれいきます。人生初かけにやります。ててん、めっちゃ強そうじゃない。うえい、しかもウッドもしてあげていいね。デリバリー14が14がいるんだもんな。よしよしよし。まあ、そこそこ耐力でしたね。なんとも言えなかったわ。デリバリーかけるに。初めてしたけど。さあ、これはペッカで拾われやすい。ああ、相手もちょっとね、低めユニットしなくなってきましたね。学びましたね。で、まあ、ウッドとかで削りつつ、守りつつ、で、できるだけ低コストで回して、あれ、美味しくロケットでいただいて、あ、いいザップ。よし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 。いや、デリバリー。あればマジ全部守れそうですけどね。さあないと、あとマジアチャーで抜かれないっていうのが結構でかいですね、僕としては。植える、いや3本いく、3本ちょっと植えちゃう。あの調子乗ったっす、ごめんなさい。マジで多分調子乗ってる俺。この3本絶対いらなかったやろ。待って待って、ちょっと怖いな、ちょっと怖いやな。オッケーオッケー。いやマジであれいらんかったっすよね。絶対いらんかった。あんなことしてるからな。あ、でも待って。相手の弾は1200来た。1200は結構なスペル圏内だったはずなんですよ。よし。まあ、ディガ一発ぐらいでもかすってくれればいいんだけどな。よし。さあ、ディガあとロケロケ。ロケロケのダメージ覚えれねえよな。あ、これ入ったら、これロケウッドで勝てる説ない？だからロケで勝ったな。さあ、相手は、僕がミラー持ってるの知ってるよな。だってデリバリー2個落としたもんな。オーケー。さあ、グッドゲーム。これ、私、いろんなアカウントたくさん持ってるよ、スタンプですね、これ。持ってない方はね、この右上の画面かな。なんか設定で、接続？スーパーセル ID に接続すると、携帯とかね、変えた時にも、ログイン楽ですし、そうそうそう、複数アカウント。なんか作ったり、なんかつなげたりしてるとあのスタンプもらえるんだよね。ぜひ、もらってみてください。よろしく。さあ、いや、小屋か。小屋マジで嫌だな。小屋。小屋マジで嫌だな。マジか。うわ、めっちゃ嫌だ。待って、これ俺が普段しとるやつか。いや、マジで嫌だ。これ。これやべえな。本当にやべえ。まさにく、バカ強えじゃん。うわ、マジか。めっちゃいいザップしてくるじゃん、しかも。わあ、小屋な、マジ。負け作で前、小屋に負けたんですよね。小屋だからマジで。精神的にやられちゃう。このウッドは多分めっちゃいいウッドになるんじゃない？エリババも処理して、ゴブゴヤも壊す。いやー、ポイズン欲しくなってきますね。まあ、ロケ、裏に置いてくれればね。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいんだけど、前に置かれた小屋は、泣きたいな。まあ、ロケ打つのはさすがにもったいないと思うから、まあ、やっぱテスラで全部、まあ、回収が理想かな。おい、やりゴム、なんで？あ、俺のディガーの通った道が悪いんだ。さあ、耐えれますかね、これ。
序盤かな、序盤に多分デリバリーとかでしっかり防衛できれば。あ、やべやべやべ、あぶね、あぶ、あぶねじゃねえ、やべ、待って、鉄皿だったこれ。ああ、やめて、ああ、いた、やりごめん、待って、やばい、おって、俺も負ける。いやー、これはやばいっすね。めちゃくちゃ嫌なデッキだな。これまずゴブ小屋が嫌じゃないですか。そしてディガーも嫌なんですね。まあ、メガナイトはいいんですけど、メガナイトプラスディガーっていうね、このディガーがすげえ俺のデッキに刺さってるんですけど、相手に削りスペルとかね、そういうのがなかった場合、僕は今から買ってます。めっちゃいいザップ、さっきからもうドンピシャ、勝てねえなこれ。ここまで来たらもう無理だよな。いやマジで、これさ、ここにエリボバ出してくれると思わん。いや思わんか、逃がないときちゃった。さあ僕はテッカーゴブゴヤザッピーのメガナイト版ですね。うん、ペッカーであれ、そこは。そう、多分ペッカーゴブゴヤ、あれなんか違うかな。まあ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 、やられちゃいました。ゴブゴヤすぎやっかいでしたね。あとはディガーとなんか強そうな敵だったな。俺もこの敵使いますね。近々近々メガナイト小屋が熱いって言って動画紹介するかもしれない。うん、今一瞬見たんですけど響かなかったですね。はい、で、僕今日このね、テスラデリバリー型のスペル削り使ってますけど、なんかね、ロケット方式、エリババあったっけ、ロケホーエリババのなんかミラーデッキみたいな、ミラーロケットデッキを開発したんですよ。まあ、いつもそんな感じのデッキしか使ってないんですけど、そんなので、僕のね、ラット作、ロケットミラー、エリババ添えて、デッキもね、今度紹介できればいいかなと思います。さあ、脳死テスラで。脳死テスラ。あれ？相手も寝てんな。これ、打っところがさずにさ、もう一本とか立てたら、相手どんなリアクションするんだろうな。あれ？相手そんなに見る？そんな見てくる？寝た？さあ、ナイトスケ。いや、バリバリ起きたんや。しかも、エリババ。出てくるスピードは速かったな。さあ、まあ、これは序盤に植えたテスラがね。いや、これは耐えれる。さあ、エリババ嫌な雨ですね。エリババ嫌な雨か。もう嫌な気配しかしないっすね。もうゴレとか。もうゴレでしかないでしょ。とか、まあ、あとはバルーンレイジとか、そういう感じかな。さあ、つって、なんか高めの真ん中ら辺出しておくとね、なんかダックプリとかも2回受けれますし、結構いいんですよね。スケルトンですね。おー、ペッカタン。これ、やる？おまじない。テスラのジン。これ。で、まあ、来たら、デリでね、やってあげれば。別にこんなことする必要ないですよ。別にテスラ1本あれば多分基本的には守れると思うんですけど、したくなっちゃったっすよね。よし。相手からしたら、こいつふざけてんのかなってなっちゃうっすよね。いや、至って真剣ですが。やばい、テスラ14が、最強のテスラ14が溶けちまう。マジか。お、マジか。ちょっと待って。おお、危ない危ない危ない、エリバーバルーン、本当にバルーンあった、マジか。よし、このペッカエリバーバルーンだ。これさて、序盤の間に削っとかんと、なかなか C ビューのやつじゃないですか。よし、へっ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 へ、エリババエリババペッキャーン。まあ、これテスラちょっと内側面に置いとこう。バルーン釣れないの怖いんでね。よし、またエリババにロケット打って、もう一回バルーン来てももう一回ロケット打ってるんでね、僕。よし。これ強いですね。で、からのバルーンが来てももう一回ロケある。いや、デリも強い。来るか。うん。あって、金ゲットできねえか、これ。テスラ、これもう一本植える？いや、いらない。
これは絶対リババです。僕の予想は3が5。マジか。これいて今さっき使ったか。まあでも3が5使ったからこれちょっと頼む。うわうわマジか。頼む。待って待って、エリババもうちょっと頑張って。オッケーオッケーオッケー。耐えた。いやテスラの位置がね初心者すぎるんですけど許してください。いやー頑張ってんな。頑張れてはいる。これ一回ロケ打っちゃう。いやよくねえなこれ。わあ待って、これやばいっすね。これバカやばいっすね。うん、エリババ来るまで待つか。いや待たなくていいな。待たずにテスラ欲しいな。テスラだけ一回置いてから考えよう。テスラ置いてデリバリー落として考えよう。よし。でもう一回デリバリー落として、いいね、いい。待って来るぞ。なんか来るぞ。テスラ置いて耐えろ。これデリジュ。待って、これ置けちまーす。いや大変だねこのデッキ。じゃ相手のデッキも大変だから多分大変なんだよな俺。普通こんな試合なんねえもん。意味わかんねえ試合してるっすね。なんかのチャレンジかっていうような。さあそっちから攻撃しちゃったからテスラ。いや待って、どうすんなら最後に相手のタワーねへし折って勝ちましょう。一発からの二発、イエーバチコイ、オッケー。さあもうね、あってこれ守れちゃいますからね。ペッカメガネとエリババルーン守れちゃうってことは相当な防衛力ですから。すげえ大変だったけど、まあ、テスラ植えとけばねなんとかなりましたと。メーク大学のねロケミラー、防衛ねすごい上手になれると思うので皆さんもぜひ使ってみてください。楽しいですしね。はい、というわけで終わります。さくらばチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。